このうち岡山市の大本小学校では1年生から5年生までのおよそ750人がクラスごとにテレビ画面で行われた修了式に参加しました。今の学年の最後の日、今日は今の学年の最後の日、しっかり自分自身を褒めてあげてください。クラスでは児童が一人ずつ担任の先生から通知表を受け取っていました。優しい友達とたくさん勉強したり遊んだりできた1年間でした。とても悲しい気持ちもありますが、まあ新学年としての向けてもっと頑張りたいなと思います。5年生に向けてなんかいろいろと頑張りたいです。国語とか算数とかいろいろ。市の教育委員会によりますと、岡山市立のすべての小中学校123校で今日修了式が行われ、明日から春休みに入るということです。